オーダーなんかおもろいの。エンタケナオでございますが、そろそろお時間です。楽しいひとときが名残惜しい、そんなあなたにラストオーダー。今日は日常の気になる事柄をわさびの AI アシスタントカナが全能力を使って調査報告する。ヘイカナ、呼んでみましょう。ヘイカナ、今日は好きなお母さんキャラクターについて。今日1月25日はですね、主婦休みの日なんですって。そうなの？そう、主婦の元気が日本の元気になればと、生活情報誌を発行する産経リビング新聞社が2009年の4月に日本記念日協会に主婦休みの日を申請して認定されたということで、まあ主婦の皆さん休んで元気になってね、ということですね。なので今日は世のお父さんたち、積極的に家事をして奥様を休ませてあげてくださいよ。そうですね、はい。では今日はですね、私が好きなお母さんキャラクター、はい、発表します、はい。まず第3位、磯野船さん。あ、サザエさん、ね、お、船さんが好き。はあはあ、まあ、包容力の塊ですし、包容力はありますわな。あの厳しい波平の裏でうまく家族を扱っている、うん、昔ながらの良妻賢母ですね。どうなんでしょう、波平に対して不満はたまってないんですかね。まあ、言わないんだろうね。言わないだけだよね。不満もね、絶対溜まってるよね。じゃあ何、その子供全員巣立った後熟年離婚とかもさ、いる、うん、ありえる、企んでたりする、ありえるよ。だからその今土地単価とか調べてるあそこでも世田谷のさ一等地だから、いいとこやからな。もう波平なんか超スーパーサラリーマン、資産家だよ、本当だよ。まあ、だからさ、そこからね、どれだけもらえるか、もらえるかって、やらしいやなこと、やめろ、夢壊すな、怒られるよ、怒られる。まあ、昔のお母さんでこういう人なんだろうなと思わせてくれますし、今の時代のお母さん像とはちょっと違うね、だいぶ異なるんですけれども、懐かしさを感じるということで3位です。割烹着を着てるお母さんみたいな、ね、もう見たことない、私は最近ないよね、はい。次第2位、あたしんちのお母さん。あ、知らんのよ俺それ。あたしんち超面白いよ。私大好きなんですけど、YouTube とか Netflix にも入っているんですけどね、最高にセンスがあるあたしんちのお母さん。お夕飯はね、ちくわばっかりなんですよ。なんでちくわばっかり。そうで、あたしんちのお母さん、雨の日は、雨が大嫌いだから、雨降るともうスーパー行かないの。え、だからそうなるとお家にあるものって、ほんとちくわを一人一本ずつとご飯と味噌汁ごめんとか。それ、え、虐待には当たらないそれ虐待に当たるんじゃないのそれ。もう夕飯なめたけだけとか。え、ちょっと待って、そういう、それ目撃した人は3桁の電話番号を押した方がええんちゃうのこれいや、でもあのちゃんとね、おいしい、給料日の時とかはね、豪華なご飯を作ってくれるお母さんなんですけど、普段ちくわで、私が大好きなエピソードがあって、1話なんですけど、娘みかんって言うんだけど、みかんのお弁当のおかずがいつも一品で、地味だから改善してお母さんって訴えるんですよ。例えばもう鮭一匹とご飯以上、ひじきとご飯以上みたいな、そういう地味俺友達で毎日そんなのあげたら3桁の電話番号に電話する本当に見て見るふりはできん、見て見るふりできん俺それは。なんで、それを、虐待に当たるかもしれない。それ私、お父さんも黙って食べるんだけど何も文句言わずにねで、みかんがもっとみんなのお弁当はカラフルで可愛いから、カラフルなお弁当にしてって訴えたんですよ。あ、分かった、カラフルねと言ったお母さん、次の日、ご飯と、ミックスベジタブルのみでした。虐待だってそれ電話した方がええって。そうじゃないのっていうお母さんがめっちゃ面白いんですよね。あ、なるほどね、ちょっとおもろいですね。そう、展開は家にいたら、自分のお母さんだったら嫌だけ ど、嫌ですけど、まあ、笑えるな、見てる分にはね。展開はおもろい、はい、はい。では第1位、野原みさえさん。あ、これはもう来ると思いましたよ、クレヨンしんちゃん。私はもう、もう将来ずっとミサイみたいなお母さんになりたいと思って。どういうお母さんなったんですけど、しんちゃんのこと常に怒ってるイメージありますけど、で、
イケメン大好きだし、うん、押し入れ開けたらバーってなだれでね、ぐっちゃぐちゃでね、あそんな感じなんや、そう整理整頓できないんですけども、家族のことを本当に大事に思っている野原みさえさん。で、私はみさえの名言でね、好きなものがあるんですけど、優しくしてくれるパパばっかりに甘えんな、好きで嫌われ役やってんじゃないわよ、嫌われたっていいから自分の子供を守りたいだけ、それが母親ってものなのって叫ぶんですね、みさえさん。素晴らしい、素晴らしい、素敵でしょ、これは素晴らしい。本当にあのパパっていうのは僕もそうです、やっぱりそういういい役をついつい取っちゃうんですよね、そう、うんうん、好きで嫌われ役やってんじゃないと、うんうん、あんたのために言ってんだよっていうのをね教えてくれるお母さん。であとはレトルトカレーをミサイが出した時に、これは手抜きじゃなくて手軽なのって言って、絶対使おうとしてるよ ねそのワードも絶対あーもらったって、いやていうかもう使ってるよね今そんなことない絶対。でもあのミサエさんの子育て術みたいな本とかもね売ってるらしいんですよ。そうだからもし将来ねお母さんになったら、私はそれをもう熟読して愛読書にしてミサエになろうと思ってるぐらいですけどね。使い勝手いい言葉ですね、はい、それはね。で、うん、野原みさえさんのインスタのアカウントが実はあって、あるんですか、とある企業のプロモーションなんですけれども、うんうん、それもまあ面白いので今のミサイがインスタをやったらこういう感じなんだろうなって思うね。なるほど、スーパー主婦ですので皆さんそちらもチェックしてみてください。はい、はい、今日は主婦の皆さんゆっくりしてくださいね、うん、今日はこれでおしまい。ラストオーダーでした。